報道 IT 充実のご用意でございました。続きまして、第1会場、その後連綿と続き、現在20代目総計飯田さ安貞先生に至っている。その間、有名な文流には上泉伊勢の神、塚原土佐の神を呼び、松本備前の神、半兵衛、伊賀軍兵衛等等、舞踏みいとまがない。東流には剣術、居合術、柔術、棒術、槍術、なぎなた術をはじめ、屈敗法、築城法、天文地理、陰陽気学までに至る。古来より軍学者や武将たちが学んだ膨大な修行法をされている。第二会場は尾張貫流野球新陰流編校。貫流の流祖は津田権之丞、明暦元年尾張藩馬回り役津田太郎左衛門としては、幼い頃から諸藩の武術を学び、特に槍術を好んだ。槍術はまず伊藤流、さらに尾張サブリ流を学び、その突然を信行はある日、滑然として横手長短心理一貫の極意を取得し、さらに勝ち気の妙あることを知り、新しく一派を立て貫流と称した。貫流の槍は長さ 3.6 メートルの二間槍、見逃さず打線を描いて素早く繰り出し振り引くことにある。始め。
で、第1会場、県自民党連香取新共有憲法の連部でございました。続きまして、第1会場、野球新男女憲法の連部でございます。野球新眼流兵術東竜の憲法年代由緒及び古文献から考証すると、江戸時代前期の終わりから中期にかけて仙台の竹永隼人が創始した流儀である。竹永隼人は新東竜秀逸を選び、七か条ずつ三段に正面に中山田国村を定め、さらに六か条の戦術